All Hail Megatron。 悪役好きの皆さん、どうもこんにちは。今日はね、紹介するのはトランスフォーマーじゃなくて、今日紹介するのはね、この不気味な声の持ち主です。なんとアメリカのあの有名なマスター・オブ・ジ・ユニバースからスケルタダイマを、まあ、知る人は知る、俺の大好きなオーバーロードというアニメの主人公の元になったキャラクターです。でね、まあ、日本ではヒーマンというシリーズでちょっとだけ玩具が昔展開されたそうなんですけれども、今日はね、ヒーマンの宿敵であるスケルタダイマ、スケレトの、ほんとかっこいい玩具がモンド社という会社から発売されたので、早速入手したんで、その紹介いきたいと思います。まず僕の大失敗を紹介してから、もうサイドショーのオフィシャルストアでしか手に入らないかと思って、サイドショーに頼んで、海外に、日本に送ってくれないから海外に送ってもらって、です高い関税とか送料とか全部、めちゃくちゃね、合わせると高かったけれども、なんとモンド社から直接買うと特典品入りってプラス、おそらく香港から発送はしてるから、めちゃくちゃ安い送料で日本までは済むんです。僕それ知らなかったんで、めちゃくちゃ高かったんですけど、はい、これから、まあ、それはさておき、自分の失敗はさておき、これからの商品の紹介いきたいと思います。箱がそれほど大きくはない。これ外箱です。で、うち、これ、このようなね、このような素敵なアートワークの箱が入ってるんですよ。これはね、何聞いたらね、スケルタ大魔王が根城にしてたスネークマウンテンという、基地と言いましょうかね。このまあいかにも怪物の、見た目をモデルにしたお城です。この蛇があって、でそのバックにはこの巨大な、まあ獣の顔をしたような岩があります。僕はね、ガキの頃はその玩具を持ってたんですけれども、もうたまらなく好きなんですよ、このスネークマウンテンね。でこれが箱のモチーフになってるのは、まあたまらん、本当に幸せなんだ。でこれある意味で継承箱になってて、これ外してドン、あのみんな大好きなスケルタダイモンの絵がここに出てきます。このような形ね。いやー、まあ箱たまんないわ。でここはマグネット式になっております。ドン、この辺開くんですけれども、ごめん、箱に入れ直したときはここはちょっと失敗したんで、もう一遍ちょっとやり直します。はい、テイク2、僕は編集ソフトを何も使ってないので、まあジャッキちゃんの絵、ジャッキチェンの映画みたいにね、最後の方にね、NG が流れるとかそういうわけにはいけませんので、エンジンも本編の中に入ってきますので、それがどうもすいません、お許しください。はい、一回ね、この素敵な化粧箱を、化粧箱から出して、この本箱をマグネット使って開けちゃうと、ドン、あのスケルタダイモンが現れてきます。その前にね、このスケルタダイモンに関する説明と、この素晴らしいね、カモンみたいな絵があって、ここにね、本人の絵が入っております。このような形ね、
それでは開けましょう。はい、開けると、まあ、付属品が3つに、分かれております。どういうことかといったら、まず鳩の足にはこの立派なマントが入っております。で、下の、ブリスタにはこのような付属品、スタンド。まあ、後でね、これはもうプラスチック出してからやった方がいいんですけれども、このような、なんだろうね、おそらく、どこの可愛い系のアニメに、ちょっとこのマスト・オブ・ジュニアス出てただろうから、そこのキャラクターなのかな。僕そこまでよくわかりません。と、上の箱には、スケット大魔法が入っております。ね、はい、それではゆっくり、紹介していきたいと思いますが、まず、これはですね、ヴィンテージトイスとに近い感じの頭なんですね。で、これは、そうですね、これは剣なんだな。ああ、で、しかもね、もうちゃんとウェザリングされてて、ものすごくレベル高いんだな。ちゃんと映ってるんでしょうか。いや、このウェザリングのそうやり方、すごく素晴らしいですね。で、バトルアックス。これ、玩具にもね、バトルアックス付属されてたんですけれども、本編ではね、本人がこれを使ってたとあまりイメージはないんですが、もう一つ、骨のついた剣なんですね。これもすごく感じがいいんですね。もう大魔王様といったら骨ですから。いいね、そそるわ。で、これはスタンドですね。じゃあ本人見ていきましょう。ちゃんとね、傷入らないようにすごくガードされてるんだな。もう何と言っても顔がたまらん。本当にイケメンだな、この骸骨はね。まあ、骸骨イケメンかどうか 人それぞれなんですけど、僕はたまらない。本当にたまらん。この筋肉のところのシャドウは再現度すごいわ。で、この点は素晴らしいわ。一個一個もいかにも大魔王様の邪悪さが、もうこの手を見るだけでなんとなく伝わるんだな。で、本人が大体いつも持ってるこの杖、魔法使い、いかにも黒魔法使いっていう感じの杖なんですけれども、僕的にはね、この角だけは本人と同じ、色ではなくて、もうちょっと違う色でも良かったんじゃないかなって。このブルーがどうしても被っちゃうんでね。そこだけは、まあ、個人的な意見なんだけどね。でも、出来はすごくいい。重いし、しかも。これがめちゃくちゃ重い。本当に素晴らしい。このシャドウ、めちゃくちゃいいんだな。で、まあ、今日は、簡単なアンボクシングなんでここまでなんです。次回は箱から出してちょっとギミックを、見ていきたいと思います。今日は、はい、今日ここまでです。ご視聴ありがとうございました。